どうもチョロです、ポケモン GO の PVP の動画を上げさせてもらっております。今回はですねアローラベトベトンを使ったパーティーでやっていきたいと思います。というわけで、1戦目早速見ていきましょう。はい、では1戦目見ていきましょう。こちらはニョロボンで、向こうは、レジッシルですね。これは出しがちましたね。なのであちらはこちらの爆裂パンチが溜まったタイミングで交換してくると思うので、その裏を見てこちらも交換していこうと思います。で、向こうが出してきたのがギラティラだったので、ここはアローラベトベトンを合わせていきます。この対面はね、有利対面なんですけれども、相手がねシールド使って突っ張ってくるとなんだかんだね結構いい勝負になったりするっていうのがあるので、まあそこはちょっと注意しないと、たまにやられてしまう時があるのであれですね。ただね、そういう時はね、なんて言ったらいいんですかね、後ろのですね、後ろのポケモンにこちらが打てるような形、もう一発ですね、で、ギラティナを倒しきるっていうのが結構ポイントになってくると思います。そうしないとね、後ろのポケモンが、こちらのアローラベトベトンを起点にしてゲージを貯めて、で、こちらのね、また出してきたポケモンにダメージを与えてくるっていうことがあるので、そこでダメージレースで負けてしまうので、ここは、もし相手がこうやってですね、突っ張ってきた場合は、すぐにとどめは刺さずに、こちらのアローラベトベトンが次のポケモンに、技を打てるような状態で、相手を倒しきるっていうのが結構ポイントになってくるんじゃないかなと思います。で、ね、今回ね、やっぱり突っ張ってきてるので、相手はそういう作戦を狙ってきてるのかなって思いますね。で、ここで、悪の波動を打っていって、これももしかしたら張ってくるかもしれないですね。それぐらい突っ張ってきてるのが、やっぱり張ってきましたね。で、こちらもここでゲージを貯めるんですが、こちらね、シールド貼らないとやられてしまうので、ここは貼っていって、でですね、ここで、すぐに打たないっていうのがポイントです。あ、でも倒しきりましたね、今回は。はい。で、あちらが、裏のポケモンを出してくるんですが、それに対してこちらはすぐに打てるような体勢を取っておかないと、やられてしまうってことがあるので、重要なポイントですね。で、大体ね、そういう時って相手やっぱラグラージ出してくるんですよ。まあ、技の出が早いのとマットショットだけでね、削り切れる場合があるので、で、ここでね、この悪の波動が打てないと、相手ゲージを貯めた状態でこちらのね、裏のポケモンを迎え撃つっていう状態になってしまうので、ダメージレースで負けてしまうんですよ。こちらシールドも残っていないですし、なのでね、やっぱりね、ギラティナで相手が粘ってきたときは、ギラティナを倒した後にすぐ裏のポケモンに技を打てる状態にしておくっていうのは、結構重要なポイントだと思います。でね、まあこうなってくればもう、おそらく負けないと思うんですけれども、ただね、やっぱ相手早いのでちょっとハラハラしますよね。というわけで、これで、相手のラグラージを倒しに行って、あとはもうね、シールドのない状態の、レジスチルとこちらのニョロボンの対決なので、まあ、これはね、もう負けようがないかなと思います。いくらね、相手ね、バザーの出が早いとはいえ、こちらも早いので、爆裂パンチを2発当てて、この試合は終了になるんじゃないかなと思います。本当ね、アローラベトベトンはね、強いんですけど、やっぱね、耐久がないんで、そこでですね、うまくゲージと HP の調整、相手と自分のね、そこの調整をしていかないと、逆にまくられてしまうっていうことが多々あるので、注意が必要なポケモンだと思います。では、1戦目ありがとうございました。はい、では2戦目よろしくお願いいたします。こちら先ほどと同じですね、ニョロボン、ギラティナ、アローラベトベトンの3体でやっていこうと思います。こちらがニョロボンで、向こうはリザードンですね。これね、たまにあるんですけど、どうなんですかね、この対面って、ま、出しがちなのかな、ま、っていつも思うんですよね。なんですかね、向こう炎タイプでこっちの水タイプなので、まあ、有利対面なはずなんですが、まあ、お互いね、こうやって、こちら冷凍パンチ打っていって、まあ、あちらは、ドラゴンクローとブラストバーンで、こう、ブラフをかけながら、まあ、叩いてくるっていう感じになるんですけれども、大体ね、いつも終わってみると、まあ、ギリギリ勝ってるみたいな感じになってるんですよね。それがね、ちょっとね、なんか、
どうなのかなと思っちゃいますよね。こちらの、ね、冷凍パンチがね、向こう炎飛行タイプなので当倍になってしまうっていうところで、うん、こちら水タイプとはいえ結局当倍の、うん、攻撃しか与えていないっていうことで、そういう風になってしまうのかなって気がしないでもないんですけれども、うん、このタイミングちょっと正直嫌いですね。なんだかんだね、このリザードを倒しきるのに、なんですかね、向こうが突っ張ってくるとシールを結局2枚使わされてしまう。で、こちらのユロボも瀕死になっているっていう状態が結構多いので、うん、あんまり好きじゃないですね。もしね、相手の裏にレジスチルがいた場合、こちらね、ニョロボンやられてしまうと、それを倒す相手がいなくなってしまうので、うん、このタイミングはちょっと嫌ですね。というわけで、まあ、そう話しているうちにですね、まあ、なんとかですね、相手を倒しきれるのかな、これで。うん、シールドさえ貼ってこなければって感じですかね。まだシールド残ってたよな。うん、確か。どうなんだ？あ、もう残ってないのか？あ、残ってるね。うん。で、ここで出てきたのは不思議バランスね。はい、なので、こちらは裏からですね、ギラティナだったかな、うん、ギラティナ出てきます。まあ、このタイムはね、ギラティナ有利なので、とはいえね、あ、向こう変えてきましたね。トゲキスが出てきたので、こちらは、あれですね、一回ここで原子の力を打って、時計を止めて、冷静になってから、アローラベトベトを投げていくって感じですね。でね、この対面はね、まあ、安心して見てられるんですけれども、なんだかんだね、こちら、なんですか、悪毒タイプなので、向こうのね、アバエルもね、当倍で入ってしまうんですよ。うん。なので、ね、これもね、なんか、部があるようで、うん、部が悪いっていう部分もあって、ちょっと難しい対面ですよね。とはいえね、相手ね、こちらのね、悪の波動、効果今一つなんですけど、実は結構なダメージが入るので、まあ、場合によっては、ヘドロウェーブを当てずに悪の波動で攻めていくっていうのもありなのかなっていう感じがしてますね。で、ここで相手を仕留めていって、向こうはもうね、残りね、あれです、不思議バラだけなので、うん、こちらを倒すためには、技を打たないと、こちらの技が先に飛んできてしまうので、ここで相手のゲージを減らして、で、裏からギラティナを出していって、うん、まあね、この対面はね、うん、まあ、勝てる対面なので大丈夫だとは思うんですけれども、とはいえね、向こうのね、ハードプラントもね、結構痛いんですよ。うん、効果は今一つとはいえ、うん、これちょっと辛いですよね。何なんですかね、このハードプラントってやっぱりぶっ壊れ性能だと思うんですよ。ちょっとね、これはね、うん、まあ、自分が使ってる分には嬉しいんですけれども、相手に使われると、なんかちょっと嫌だなっていう気がするので、まあね、そこら辺はね、なんとか、うまい具合に調整してもらえたらなと思うんですけれども。というわけで、相手がここでハードプラントを打ってきて、こちらはですね、多分ドラゴンクローラーと倒しきれないので原子の力を打っていくと思います。これでですね、まあなんとか相手を倒して、2戦目終了ですかね。とはいえね、なんかね、やっぱりね、ギリギリの戦いになっちゃうんですよね。何なんですかね、これ。はい。というわけで2戦目ありがとうございました。はい。では3戦目を見ていきましょう。いや、この方あれですね。2戦目で当たったのと同じ人ですね。なので、パーティー変わってないと思います。で、先ほどこちらがパーティーでもう、勝っているので、相手としてはかなり嫌なんじゃないかなと思います。これね、たまにあるんですよね。連続して、一度戦った相手とぶつかるっていう。もうパーティー負けしている場合ね、かなり辛いですよね。なので、相手としてはかなり、相当辛いんじゃないかなと思います。で、さっきと、だから、あれですね、戦い方変えてきましたね。で、こちらは冷凍パンチを打っていって、すぐ裏のアローラベトベトに交代します。まあね、このタイミングはね、ちゃんと時計を止めて打っていって、相手のシールドも一枚剥がしているので、まあ負けようがないんじゃないかなと思います。なので、ここでヘドロウェーブを打っていって、あれですね、うん、もう突撃室はね、こちらのヘドロウェーブを防ぐ手立てがないので、まあ終わりですね。で、相手はこちらで3、リザードン出してきたんですが、まあやはり交代しましたね。うん、やっぱ辛いですよね。というわけで、対戦ありがとうございました。はい、では4戦目を見ていきましょう。4戦目先ほどと同じですね。こちら先発ニョロボンでいきたいと思います。で、こちらがニョロボンを出していって、向こうはリザードンですね。いや、本当にね、このタイミングだけはね、ちょっとやめてほしいなっていつも思うんですよね。やっぱね、ニョロボンには、ニョロボンにしかできない仕事があるので、ここでね、ニョロボンをね、こいつとのバトルで、消耗すると、裏からね、レジスチルが出てきた時に結構本当に辛いんですよね。結構ね、これね、粘ってくる人多いので、
相手も分かってるのかな、なんですかね、タイプ相性では有利なんですけど、終わってみたら本当にね、なんかもうニョロボギリギリっていうことが本当に多いんで、というわけで、向こうはね、今回は突っ張ってこないで変えてくれたので、こちらとしてはかなり嬉しかったですね。で、裏からですね、相手の弱点である、アローラベトベトも出していくんですけれども、この対面もね、正直ね、あんまりね、実は好きじゃないんですよね。なんですかね、やっぱ甘えるが強力すぎて、こちらね、なんですか、悪毒で、まあ、当倍になるのかな、まあ、それとはいえ、やっぱりね、減りがね、やっぱえげつないんですよ、相手の。なんですかね、攻撃、甘えるによる。なので、たまにね、突っ張ってくるピクシーとかいて、まあ、トゲキッス相手だったらそうでもないんですけど、ピクシー相手だとね、たまにね、やられちゃう時があるんですよ。これは何なんですかね、自分の運用が下手なのか、あるいは、そういうもんなのかちょっとわからないんですけども、なんか悪の波動を混ぜて一回シールを張らせなきゃいけないとかあるのか、ちょっとわからないんですけれども、まあね、今回はね、素直に倒させてくれたので、これは良かったかと思います。でね、アロラベテブトゥンの役目は、相手のフェアリーを倒すっていうところなので、まあこれでですね、お役御免かなっていう感じですね。むしろ相手のゲージを使わせたっていう面で、ここは大きな仕事してくれたかなと思います。でね、こちらの、この対面ですね、ギラティナとリザードンの対面は、これ実は結構好きですね。まあ結構好きな人多いと思うんですけれども、まあ向こうのドラゴンクロが、まあ、痛いとはいえ、こちらに原子の力をね、一発でも当てれば相手もうほぼ一発で吹き飛ぶので、そういった意味でね、このタイミングは結構自分の中では好きなタイミングですね。まあ、とはいえね、もう相手残り HP 少ないので、まあ、原子までやらなくても、あれですね、ドラゴンクローだけで倒していけますね。と思ったら、こうね、見事にね、不思議花で、交代受けしてきたんですけれども、で、結構ね、リザードンね、ゲージ溜めてるので、危ないかなとは思うんですけれども、なんとかね、この不思議花をですね、処理できたらいいなとは思います。でね、このタイミングは、相手、草タイプで、まあ、主な武器がね、こちらに通る武器としては、まあ、今一つではあるんですけど、ハードプラントなので、まあ、大丈夫では大丈夫なんですけれども、やっぱね、なんだかんだね、ハードプラントね、性能がぶっ壊れてるので、効果今一つな割にね、なんかめっちゃ入るんですよ。正直ね、そういう意味ではね、あんま好きじゃないですね。はい。で、こちらは、もう最後のシールドを貼って、ちょっと相手のリザードンがね、結構ゲージ溜めて下げてるのが気になってはいるんですけれども、まあなんとかね、この不思議花を、ここで倒しきれればいいんですけど、まだちょっと HP ね、残ってるので、このドラゴンクロージャーちょっと削りきれないかな、おそらく。やっぱ削りきなかったですね。で、相手がここでギラティナを仕留めるために技を打ってきてくれたんですが、これ逆に良かったですね。まあでもこの HP 同士だったら、ここ打たなきゃあれか。ギラティナ倒せなかったですね。で、裏からニョロボンを出していって、冷凍パンチを打っていきますね。これもね、結構危ないんですよね。相手もゲージかなり溜めてるじゃないですか。もう多分ドラゴンクロぐらいは打てるぐらい溜まってたかもしれないですね。で、こちら冷凍パンチを打っていって、相手の不思議丸、まだ、ゲージは溜まってないかな。というわけで、4戦目終了です。ありがとうございました。はい、では5戦目を見ていきましょう。こちら先ほどと同じですね。ニョロボン、ギラティナ、アローラベトベトンでいきたいと思います。先発はニョロボンです。なんかね、アローラベトベトン使うとね、ギリギリな戦いになることが多いですよね。そういうもんなのか何なのかちょっとわからないんですけれども、はい、というわけでこちらアローラベトベトン出していって、向こうは、グレイシアですね。これは出しがちましたね。まあ、相手に攻撃力高いとはいえ、相手の凝り技はこちら、今回今一つ出てられるので出しがちですね。で、相手出してきたのはドンカラスですね。なかなか面白いパーティーですよね。攻撃主体といいますか、まあね、これはおそらくゴッドバード飛んでくるんですけれども、まあこれ貼らないとね、結構ダメージ食らうので、貼ったのかな、それとも一発目は受けたのかな、あ、受けましたね。やっぱりね、これかなりダメージ受けますよね。ドンカラスのね、攻撃力が高いので、食らうとなかなか痛いですね。で、相手、アークタイプなので、ここは、ヘドロをウェーブ打っていきます。で、2発目のゴッドバードは、もちろんシールドを貼らないとやられてしまうので、ここは貼っていって、こちらは、またヘドロウェーブ打っていくのかな？アークの波動だったかな？相手のシールドを剥がさないことにはダメージ与えられないので、相手の方がちょっと早いですね、やっぱり、とはいえ。まあ、ここはね、シールドがあるので、シールドで守っていって、で、
こちらは開始のヘドロウェーブを打っていきます。まあ、ドンカラスね、攻撃力はあるんですけれども、防御力がないので、まあ、当たると、まあ、こうなりますよね。相手シールを張った方が良かったんじゃないかなと思うんですけれども、で、ここで出てきたのがエンペルトですね。なかなか本当ユニークなパーティーですよね。とはいえね、こちらと裏、なんだったっけ、ニョロボンがいるので、まあ、ニョロボンがいれば、まあ、エンペルトも倒せますし、ギレシャも倒せるので、まあ、安心して戦っていけるかなと思います。なのでね、ここはね、相手の HP を少しでも削るために、ギラティナを出していきました。まあね、もうギラティナはエンペルトにもグレーシアにも、まあエンペルトとはまあ5分ぐらいだとは思うんですけれども、まあグレーシアにはね、ちょっと勝てないので、ここでね、相手の HP を削った上で、最後ニョロボンで戦っていくっていう感じにするために出していきました。で、ね、早めに出したおかげで、原始の力一発撃てたのがやっぱ大きかったですね。というわけで、こちらはドラゴンクローを打っていって、向こうは、これに対して、まあまあ、ドラゴンクローならあれですよね、受け切りますよね。で、これね、相手、打ってきたのかな、あ、打ってこないのか。で、こちらは、どうしようかなと思って、まあ、すぐ打ってくれと思ったのここアローラベトプの盾に出しましたね。そしたらやっぱ案の定打ってきてくれて、まあ、これで相手のゲージを減らすことができたので、これは良かったですね。これね、冷静な相手だったら、ここはあれなんですよ。ニョロボン相手に、見てから、打ってく、打ってくるっていうことがあるので、ちょっと注意が必要ですね。まあでもね、こちら、ゲージ溜まっていたので、そういった意味では、即打ちも正解なのかもしれないですね。はい。というわけで、やっぱり、最後はですね、ニョロボンが、残りのポケモンに立ってして終わるっていう感じになりました。で、ご清聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。どうなんですかね。アローラベトベトンね、なんかね、ハマるときね、めちゃくちゃ強いんですけど、ハマらないときね、なんか、ハマらないんですよ。逆になんか、アローベトのせいで負けたみたいなときも、なくはなくって、なんですかね、そういうものなのかな、ちょっとわかんないんですけれども、まあ、ただね、悪の波動とヘドロウェーブっていう、悪技と毒技が、やはり今のね、ハイパーリーグの環境では、かなりね、どちらも使える技として、相手のギラティナとかクレセリアには悪、で、相手のフェアリー、ピクシーですね、ピクシーとか、あとトゲキスには、ヘドロウェーブっていう感じで、まあ、環境に、ね、多いね、強ポケを、に対して、両党で戦えるっていう意味で、かなり使えるポケモンなのかなと思います。ただね、やっぱりね、ラグラージですか、あいつだけはね、素早さ負けしちゃいますし、攻撃力でもね、あちらの方がね、入ってしまうので、まあ、初手の出し合いでは出し負けてしまうっていう感じではあるんですけれども、そういった意味でね、なんですかね、得意不得意が結構はっきりしているポケモンなのかなとは思います。ただね、さっき言ったように、なんですかね、環境に多いポケモンに刺さる技を覚えていて、それをね、素早く打てるっていうところで、ナロラベテベトンは、使えるポケモンなのかなとは思います。ただね、組ませる相手どうなんですかね。今回ギラティナとヨロボンと組ませましたが、これでいいのかな、ちょっと分かんないんですけれども、まあもしね、もっといい方法があるよっていう人がいれば、いいパーティーがあるよって人がいれば、まあ教えてもらえたらなとは思いますね。あとね、さっきも言ったんですけれども、フェアリー族ですね。こちらね、毒技で弱点はつけるんですけれども、相手の甘えるが結構痛くて、本当にね、たまにね、負けるときがあるんですよ、フェアリーに。うまくシールドを使われているのか、タイミングが悪かったのか、こちらの出すタイミングが遅かったのか、ちょっとわからないんですけれども、それちょっと辛いですよね。そこを抜かれてしまうと、相手ゲージを貯めた状態で、こちらの、なんですかね、アロベトを抜いてくるみたいなことが多々あるので、そうすると一気にね、負け筋を引いてしまうっていうところがありますね。これ上手い人がやったらそんなことないのかもしれないんですけれども、そこもね、もしよかったら教えていただけたらなと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。まあ、今回ね、特にね、なんすかね、まあアロラベトベトンが活躍しているところもあったはあったんですけれども、
まあね、あんまり上手な戦いはできなかったかなと思うんで、お手本になるかどうかわからないんですけれども、まあとりあえずね、勝つことはできたので、まあ動画にしてみました。というわけでですね、まあ、今回の動画、まあ、参考になったとか、まあ、良かったよっていう方がいらっしゃればですね、チャンネル登録といいねよろしくお願いいたします。あとですね、ポケモンの詳細に関しましては、記事にして、概要欄に貼っておりますので、そちらを見ていただけると幸いです。で、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。